大阪大学基礎工学部電子物理化学科物性物理化学コースの関山です。水素原子中電子のシュレーディンガー方程式を解析的に解くまでの過程の一部として、これまでラプラシアンの極座標表示からスタートし、変数分離を経て磁気量子数 M の導出まで来ました。今回は微分方程式を解こうとして多項式を代入した時の係数比較から、軌道核運動量の事情が正の整数である軌道量子数 L を用いて、ただし L 事情ではなく L 事情たす L に比例することを数学的に導出します。皆様よろしくお願いいたします。元のハミルトニアンは何ですかと、これですと。これですっていうのは、これ運動エネルギーですが、それを極座標で表したらこんな形で書けますということを全部計算していきましたと。計算していって、ここから変数分離をして、動径方向と角度方向に分けましたと。で、角度方向はこれが出てきましたと。で、さらに解きましょうということで、でもシータとファイがあるので、その2つを分離しましたと。分離したところ、いわゆる π について微分方程式が出てきたので、規格化条件と、それから一周したら値一緒ですよね、ということから、この可動関数が出てきましたと。で、さらにここで M というのは、この条件からですね、整数であるということが分かって、で、さらにここの ν としたものは M 事乗で表されるということまで来ましたと。じゃあ、この次はったら、今度こちらを解きましょうという話になってきます。 π について解いて、 θ について解いて、その後は r について解いてという形で解いていきますというわけですね。さて、これでここまでたどり着いてきたのはここですと。で、じゃあ今度はこちらはもう解けたので、これを解きましょうと言って解いてあげると、 θ と π については球面調和関数と呼ばれるものになるんですけれども、その形を具体的に求めていきますということになります。で、θ についての微分方程式はどうなりますかというと、ここの大文字の θ で表してますが、これを右辺に持ってきたら、このような形になりますと。で、ここで上等手段としては、この θ というのは当然値が決まってますね。で、0から、この π までです。180、z 軸から、どれぐらい、プラス z からどれぐらい角度が開いてますかで定義するので、0から π までです。これ実はこの φ の方は0から 2π までですね。で、0から π なので、コサイン θ をここで x' というふうに置いてあげると、x' の取り得る範囲はマイナス1から1まででという形で、微分方程式を書き直します。0から π というときにですね、サイン θ というのは必ず正の値を取るということをここで利用します。そうすると、このサイン θ 分のコサイン θ というのは、このピンクで書いた式で表すことができるというわけです。で、やっていくんですが、もう一つはこの θ についての微分演算子というのをちゃんと変換してあげなきゃいけないということで、x' についての微分演算子で全部、これはですね、θ という文字を消去してあげなきゃいけないわけですね。でそうすると、この x' を θ で微分したらマイナスサイン θ ですということで、まあ、こんな形で書けますと。この部分をですね、まあ、こういったところ、あるいはこういったところに代入していくという形になります。じゃあ2回微分はどうなるんですか？先にこれ計算していきますけれども、これは2つ重ねるような感じになるのですが、この第1項はですね、この微分演算子がこちらにかかった場合、第2項は何かというと、これはここを x' で微分しましたと。x' で微分すると、ここはもう暗算で書いちゃったところですが、ここがマイナス2分の1乗になって、さらにこの部分を x' で微分だから、マイナス 2x' というのが出てきて、最後、約分したらこの形で、案外スッキリした形で書けますということになります。で、これもですね、だから正しくはこれをここに代入しなさいって話ですね。でそうすると、このような式になりますと。
何かこう、これでもなんか解けそうな気がしないというか、ややこしそうに見えるので、ここでですね、このサインシータ事情というのは分母に持ってきて、この形になっています。で、最も簡単な場合で、M が0っていうのは、まああっていいですよね、ということなんで、まず M が0の時に限定して解いてみましょうというのがこの形になります。でこれだとまあ、なんか頑張れば解けそうということなんですけれども、ここでですね、これを解くために、一番簡単な方法は何かというと、なんか多項式だと。X プライムについての無限に続く多項式だと思ってですね、これを代入するわけです。で代入してって言って、それぞれ微分してあげてということを計算してあげると、このような式が出てきます。これはですね、これは何かというと、2回微分して1回微分を取って、それで2回微分して、これを、この1がかかっているのはここですね。で、2回微分してマイナス x プライム事乗をかけると、この項が出てきます。こちらは1回微分がそのまんまここに現れてきて、これはただ代入しただけですと。で、なんかもうややこしそうに見えるんですけれども、ここで、このよくあるトリックとして、ここだけですね、次数 x プライムの何乗っていうところが違うので、ここだけ違うのでですね、それを揃えられるような形に直しますと。そのために、この項に限っては、k プライムイコール k-2 というのにしますと。そうすると、この第1項はこういう形で書き換えることができます。あとはここは特に変えてないですね。で、こうやって見てあげて、ここだけ書き換えたんですけど、別にここ、この K プライムってここだけで閉じてるから、ここをもう一回 K に差し替えても構わないわけです。ということで、ここを差し替えました。それから、こちらはですね、K が0でも1、0の時、K が1の時というのはそれぞれ0になるんで、0になる項を足し込んでも、結果変わらない。ここも K イコール0の時はこの項0なんですけど、0になる項を足し込んでも別に問題ないということで、全部 K イコール0からって揃えてですね、で全部くっつけます。そうすると、ここが全部 X プライムの形状というので、くくることができるので、このような形でくくることができましたというわけです。要するに、これを、こういう解を仮定して代入したら、これが成り立たなきゃいけない。この式が成り立たなきゃいけないということが分かりました。問題はですね、この、いつ何時っていうことですね。いつでもという、X プライムの取り得る範囲というのは、その絶対値が1以下であると。で、これはもう好き勝手にと、その範囲で好き勝手に取っていいので、そうなるためには、ここの部分が、イコール0にならないといけないというわけです。で、これがイコール0になるためには、言うと、この係数ですね。係数に制約がかかる。この係数の取り方が、ここで一つ分かってきた。ということで、二つ飛ぶんですけど、これが、この形で、この形でっていうのは、AK プラス2と AK の間はこういう関係になければいけないということが分かります。これを代入してあげればということなんですが、ここでもう一つ考えるべきことはどういうことかというと、K がめちゃめちゃでかくなったら、0、1、2、3、4、5って言って、どん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 大きくなっていったらどうなるでしょうということなんですが、これは、この分数の分母は K がものすごく大きかったら、だいたい K 次乗で、残りの項はもうほったらかし。で、分子はどうかと、これも K 次乗ということなので、だいたいオーダーとしては、この係数はですね、この K が十分大きかったら、だいたい一緒です。一緒の値になります。ということになるんですね。でそうすると、これもし無限級数だったらどうなるかというと、この X プライムに1を代入したら、これは係数を全部足しなさいっていう話になるんですけど、こうかけます。この係数はですね、まあ、ほとんど減っていかないわけですね。だいたい同じ値を取りますよ、ということなので、これこのまま無限級数だとすると、これは発散します。ということで、発散したらこれはいけない。発散されたら困る。ということで、この軌道量質っていうのは出てくるわけですね。つまり、どっかで打ち切られなきゃいけません。
ということになるわけです。有限個による多項式でなきゃいけない。無限級数じゃない。どっかで止まるよ。だからこれどっかでここが0になってくれないといけないということになります。そうすると、今度ここでこのラムダに条件が課せられることになります。だからラムダは0以上の整数をスモール l として、この関係、こういう整数であると、あるところで必ず0になる。この係数が0になる、0になってくれるので、有限項の多項式で済みますということになります。数学的にはそういう説明でいけるわけですね。なんでそうなるかというと、この無限級数になったら困る、発散してしまうからということになります。で、何がっていうと、この微分方程式解いてあげたらそうなってしまうということで、この制約が出てきて、ちゃんと決まりますと。ということで、これが、まあ、機動量指数と呼ばれるものになるんですね。そうすると、これ、この式見比べると、ここのラムダっていうのが、ここで置き換えなさいという話になります。で、これ先ほどの方程式ですけど、このラムダを L かける L プラス1にしなさいということで、もう一つ言うと、結局、これはですね、この L というのは、この H バーを掛け算してあげると、この形で掛けるというのは、結局、ここの部分っていうか、これもそうなんですけど、この演算子そのものが結局これであったわけですね。なので、実は、軌道核運動量の大きさというのが、こういう形で掛けるということから、量子化されて、こう掛けます。ということがわかります。で、さらに、どういうふうに量子化されるかって、このように量子化されます。ということになります。このように量子化されるっていうのが、これが案外意味も、ここにプラス1っていうのがかかるっていうのは実は重要で、なぜかというとですね、このプラス1がもしなかったらですね、軌道核運動量が全て3成分確定してしまう。ところがこれ確定してはいけない。量子力学では確定してはいけないんですね。1個だけ確定する。X 成分、Y 成分、Z 成分の1個だけ確定するけど、確定してもいいけど、全部確定してしまうと、交換関係から変なことになるっていうのは話が矛盾してしまうんですね。ということで、この形になります。だからこれ、ただただ解いていっただけなんだけど、量子力学的な意味も十分にありますよということになります。